山田、お笑い。もうめちゃくちゃ、もうボロボロ、ベース、ボール。まあ新井はとにかく変な采配はしないからだ。それがめっちゃ羨ましいんだわ。菊池に勝てない理由がわかった。清水、打順と石金久保ロングでいいのに。松田のせいにするなよ。あれの方がよほど害悪なんだから。ベンチの雰囲気悪いな。よそから見たら神宮も魔境みたいなもんだよ。先発がしっかりしてる、守備が堅い、監督が余計なことしない。そりゃこのボールじゃ安定して強いよね。再開でないと地表は出さないだろうから、再開でもいいがなんだかな。うーは絶対終わりやん。これ今シーズンの終わりやわ。野村克也が存在しない世界線がみたいな。日本の野球はもう少し進化してたと思う。まさか中日より弱いとは思わんかった。どう考えても小沢が先発の方がマシ。明日は石川先発だし3連敗だな。もう20連敗しちゃいよ、弱小球団。細川打ったな。中日さんはお強いですね。先発が試合壊した時点で終わり。広島のリリーフから点取れるわけない。ご視聴ありがとうございました。